1689年大井及び議会承認法は、1689年にイングランド議会で制定された法律。ウィリアム三世とメアリー二世の大井継承、並びに1689年仮議会で制定された法律の有効性を確認した。制定から300年以上経過した2020年時点でも、現行法である。ジェームズ二世、ウィリアム三世。 メアリー2世1688年、イングランド王ジェームズ2世が敗位され、ウィリアム3世とメアリー2世が共同統治者として即位した。しかし、この出来事は議会立法で確認される必要があった。二人の即位時点では議会が召集されていなかったため、議会召集を行う必要があったが、イギリスの憲法では議会召集の権限が国王に返されている。 議会召集のできる国王が不在だったため、前回の議会の議員は集まり、ウィリアム3世に議会召集を求めた。ウィリアム3世は求めに応じて1689年1月22日に議会を召集。議会は1689年2月13日に開会した。仮議会は、ジェームズ2世の大意、及びメアリー2世とウィリアム3世の即位を宣言し、 それを盛り込んだ法を制定した。これが1689年の権利の焦点である。スコットランド王国議会も1689年権利、主張法を制定し、ジェームズ2世が違法行為を行ったことと、大幹先生ができなかったことを理由に、ジェームズ2世の大い白奪を宣告した。1689年仮議会が通常の手続き通りに召集したものではなかったため、 議会としては無効でありその立法も効力がないという主張ができてしまう。そのため、1689年仮議会が解散された後に、ウィリアム3世とメアリー2世が改めて議会を召集すると、1689年王位及び議会、承認法が制定され、ウィリアム3世とメアリー2世の王位継承と、仮議会の立法能力が再確認された。 アイルランド王国では、アイルランド議会が1692年に、陛下のアイルランド王位への疑う余地のない権利を承認する法を、制定、二人の王位継承を確認した。アイルランドが独立した後、この法律は、アイルランド共和国の1962年、制定法整理法で廃止された。一方、連合王国では、1692年王位、承認法として、 現行法となっている。ビクトリア女王1689年王位及び議会承認法に問題があるという主張が存在する。この主張によると、仮議会が無効である場合、ウィリアム3世とメアリー2世の王位継承にも法律効力がなく、従って次の議会の法案に最下を与えることもできず、その結果1689年王位及び議会承認法も無効となる。 1944年、ホール対ホールというヘレフォード州裁判所の訴訟でこの主張が挙げられた。この裁判では1857年、遺言権人裁判所法の無効が主張され、その理由は、ウィリアム三世は正当な国王ではなく、従って、ウィリアム三世への裁下しか受けていない権利の焦点と1701年多い継承法も無効である。そのため、 イギリス王位継承順位は変更されておらず、ビクトリアは法的には王位を継承できない。したがって、ビクトリアによる裁下は無効である。その結果、ビクトリアによる裁下しか受けていない1857年、遺言権任裁判所法は無効である。だった。この主張は裁判官に却下されたが、却下の詳しい理由は挙げられなかった。一方、学者からは王位が、 それほど珍しいことではない中世後期の慣習が正当化されたことを考えると、事実上の国王には法律上有効な議会を招集する能力があると返されるという見解が示されている。ありがとうございます。